3時より住宅、すいません、避難者支援課菊池副課長様ほか2名と、先日6月4日に提出いたしました陳情書の件について話し合いをしてきました。内容は住宅支援の続行、それから公開の公聴会を開いていただきたい旨のことでございました。その件につきまして、坂本の方からご説明を申し上げます。避難者ネットの坂本です。今回その話し合いをしまして、私としては今小沢さんの方でお話しいただいたように住宅支援の延長、それから、公開の公聴会の開催、これを求めますということで、現在までまあ4日間、まあ、5日目になりますけど、まあ、ハンガーストライキを行っています。今日からまあまた継続というような結果になったんですけれども、求めているのは今回のハンスに関してはこの点だけになります。非常に、難しくない話だと思っています。公開質問状の方をもう4日の日に提出したんですけれども、そちらの方の回答は、まあ、10日か11ぐらいにならないと出せないというようなことで、私としては今までこれまでも、多くの人が支援法の中で子ども施設支援法を何ら実効性のあるものになっていかないということで多くの声が上げられていたことを、改めて県の姿勢というものを問う、そういう質問の内容になっています。ですので、今回まで進められてきた内容ですで、に県の方針は決まっているものだというふうに捉えていましたので、先月伊藤知事の方に、まあ、直訴という形で手渡しをしていたんですけれども、それを、改めてもう一度今度公開質問状という形で提出をしています。残念ながら回答についてはあくまで協議中ですというようなことしか、まあ予想通りではありますけれども得られませんでした。ですけれども支援の打ち切り、住宅支援の打ち切りというのはそれこそ7倍賞も受けられてない、そういった、自主と言われている区域外の避難者の方たちが打ち切られたと同時に生活困窮になってしまう、これはもう母子避難の方などは特にそうですけれども、現在までも小さなお子さんを抱えての生活というのは保育所、まあ、育児施設に預けてパートに働きに出るということをしても現実的に手元に残るお金はかなり少なくなるし、小さい子を預かってもらえなければパートに出ることもできない。そうなりますと福島に残られているご主人の収入の中から生活費を工面して本当に救急の中で生活を続けていらっしゃる、そういった方々をそれこそ路頭に迷わせることになりますし、選択肢として帰還しか選びようがなくなってしまう。私たち避難者、まあ、避難者に限らずですけれども福島に今いらっしゃる方もそうですが、原発の人災事故による放射能の影響というもの、その被爆のリスクというものを私たちは追加で受けることになるメリットはありません。それを追加で受任したくないという方々が避難をしたいというのは当然の権利だと思います。そしてそういった方々に賠償が計画できないだけの人間だけではなくて、自主避難と言われている方たちにも賠償が、与えるということではないですね、賠償されてしかるべき当然のことだというふうに思っています。本当に残念な、回答にしかなっていませんけれども、なんとかその今まで県民の声は聞いているけれども、何ら今まで状況が変わっていない。やはりきちんとした公開での県知事を前にした公聴会というのを開く必要があるだろうと思いますし、住宅の支援を現段階で打ち切りということを明確にするというのは撤退させなければならないと思っていますので、今日からまたハンスという方を継続させていただきます。
するということです。以上です。あのお手元にお配りした資料にございますけれども、自主避難者の方々の声を集めました。でまだあの声をいただいている方はまだいい方でですね、基本的に先日も被災者支援課に出向いて確認をしたところなんですけれども、県外避難者ばかりか県内の避難者一律に支援を打ち切る、でこういったことは、おそらくまともに報道もされてないんじゃないかと思います。ここにお集まりの方も分からなかったというような状況で、皆さんに、今日のですね呼びかけをした段階でもやはり分からないわけなんです。で今現時点で、先ほど確認しましたけれども決まっているのは来年3月までの支援です。その後のことは本当は先月5月中に決めることだったんですけど、まだ決まらずに持ち越してますということなんですね。確実に住宅の支援が決まっているのは来年の3月と現時点で、こういったことでございます。で、もう一つ問題なのは、自主避難に限らず避難者あの仮設住宅それからみなし仮設住宅のアパート一戸建てにお住まいの方いらっしゃいますけど、基本的には一律全て打ち切りだということです。でこの辺の切迫感について皆さんご存じないというところが大変問題かなというふうに考えています。で、まあ、皆さんの切実な声もさることながらですね、こういった仕組みについて、どうしたらその広く県民それから全国に避難していらっしゃる方々に伝わるのか、そこに大変頭を痛めております。で、あの避難者である、本野さんの方からも私は、まあ、結核院にただ避難しているんですけども、自主避難の方は賠償をもらってない、そして親子で避難している人が多いんです。その人たちが住むところを奪われたらどうなるんでしょうか。生きていくことができないんですよ。その人たちにホームレスになれというんですか。当時避難した当時中学生小学生を抱えていた子どもたちは高校大学へ進学する時期となりました。お金がない、二重生活の中でお金なくてどうやって子どもを学校にあげようと不安に思っているお母さんたち親御さんたちがたくさんいます。さらにそこに住宅を打ち切るなどということをされたら学校にあげること難しくなっちゃう、生活すること自体がもう難しくなってしまうんです。とてもこんなことは許されるべきことではないと思います。子どもたちを守るのは大人たちの責任なんです。大人が今声を上げて困っているお母さんたち子どもたちを守らなければもうこのように未来はないものと思われます。とにかく切実な避難者の方の声をぜひ聞いてもらいたいと思います。以上です。続きまして、渡辺さんの金持ちから自主避難している渡辺と申します。震災前は原子力関係の仕事をしていろいろと基準値やなんだかんだって勉強したつもりなんですが、今山形県に福島県職員さんが派遣できて、その人に住宅いつまでですかって聞くと、必ず災害救助法って法律で逃げるんですよね。ただ私からすれば、こんな法律って言ったらば、ね、私たちの電力法、結局日本国民の年間の維持に占めると、あれを守るのが先決だと思うんですよ。ましてや、ね、騙し騙し人を、ね、子供をいさらすって、ね、甲状腺がもうだんだんと人数が増えてきて、あらゆる病気も増えてるのもね、隠された状態なので、ぜひやっぱりね、こういう肝心なことはもう県民みんなより絶
全国に避難している人にもちゃんと声を届くように、ぜひ連絡をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。渡辺さん、今紹介しなかったんですけれども、原発事故前、少年野球の監督をしておりました。で、やっぱり汚染地でですね、子どもたちに野球の指導はしたくないと、子どもたちを不用意に被爆させたくないという思いで、今もいます。で、監督どうして戻ってこないのということを言われているらしいんですけど、やはりその自分が原発で働いてた状況と全く違うと今の政治的判断ですね、それについて、疑問を感じて、その何ですかね、子どもたちに対する責任を持てないということで、まあ、自らも避難をしているというところのように思います。続きまして平田さんの方です。南相馬から筑波の方に避難しております、平田と申します。私は311の後、3月17日から避難民となって、現在に至っていますが、月に10日ぐらい原町の自宅に戻り、自宅のお掃除とか何かをしてきたんですけれども、しかし、ホールボディカウンターでセシウムの内部被曝が確認されたり、ガラスバッジでは3ヶ月 0.3 ミリシーベルトなどという結果が出たり、先日のある機関の尿検査では体内からセシウム37が検出されました。びっくりしました。筑波の方に避難していながらこんなような自分が内部被曝するということが原町においてあるという、内部疑惑をするということは、原町が今もってどれだけ汚染されているか、私は自分の体をモルモットだと思っています。政府の避難解除が年間20ミリシーベルト、解除の基準、こんなことが解除の基準になってしまったら、これからの基準になってしまう危険性がある。なぜ国際基準が守られないのでしょうか。政府の都合のいい法律を作ったりしないでください。いつもそばにいた孫たちが、震災の時4年生だった子が、今中学3年生、それぞれ大きくなって3人の孫たちが大学2人、中学3年1人となって、住宅を打ち切られてしまったのが、どうやって生活していくのかなっていう、ババの活動の心配で、生かさず殺さずの年金暮らしなんですけれども、分け合って孫たちを大学ちゃんと出せるように、教育していかなきゃなんないのかなっていう、そんな切実な問題が目の前にぶら下がってきました。どうかこれから未来にある、孫たち世代が日本の役に立つようないい子に育つように、まずは住宅の支援、それを切るなんていうこともないようによろしくお願いしたいと思います。同じく荒木さん、南相馬の荒木、まずいつまでも腰を上げてくれない県の皆さん、陰で動いてばかりじゃなくて表だって人としての考えで本当にこの元に動いていただきたい。福島県っていうのは中通り浜通り会津って分かれてますが、福島県という一つの県の民意なんです。一人一人じゃなくてその一部の人間がどう思ってるか、同じ福島県なんですよ、ね、ここで打ち切ってしまえば生活困窮になる人はますます増えます。このような現状が続くんであれば精神的に追われてしまうと思うんですね。なもんですから、なんとか一つ一つの声ですが時間かかるかもしれません。この先まだ分からない日程、いつかは変わると信じてます。よろしくお願いいたします。赤野、一言お願いします。南相馬市から筑波の方に
ます。田野と申します。今回のような集まりに参加していただいたので、私は一人暮らしなのですから、出馬に行ってるのは娘が孫と一緒に、そこに一緒に住んでるんですけど、やっぱり月に3回ぐらいは帰ってくるので、やっぱり話を聞いてみると、なんかひどいなって思います。私はまだ一人だからいいけど、やっぱり子供さんいる人はよっぽど気をつけないとダメだなと思います。だから今回こういうふうな集まりにさせていただいたので、そのことはなるべく皆さんで話させてもらった方がいいかなと思います。伊達市に住んでます島です。私は避難者でもなく、ずっと伊達市に住んでいるんですけれども、伊達市にも避難されたお母さんたちがだんだん帰還されてきました。でも苦しくて帰還してきてるんです。でも結局帰ってきたらば、ちゃんと除染されてない場所に帰ってきてしまって、とても不安になっています。そんな状況で帰還を進めるのもおかしいと思います。で、今の段階で住宅支援を切るということはどういうことなんでしょうか。原発災害はなかったんでしょうか。汚染はそんなにひどくなかったんでしょうか。この辺をしっかり県は真摯に求めて、私たちの代表として東電や国にしっかり訴えてください。お願いします。ありがとうございます。で、先日ですね、被災者支援課の方にこういったプレゼンにもお配りしてますけれども、福島県、いわきから新潟までの磐越自動車道の汚染地図、それから、南相馬市相馬野馬追会場の汚染地図を提出しております。で、この件について回答も求めて、まだ未回答なんですけれども、その関係部署に資料を配布しましたということで、関係部署として秘書課をお尋ねしました。それから原子力安全対策課をお尋ねしましたけど、回ってきてませんということで、再度被災者支援課に出向いてお話ししましたら、除染対策課に回しましたというような回答でした。これ福島県内の全体のものを除染対策課に回して、果たして解決できるんでしょうか。できるならば、それは住宅支援の打ち切りも構わないと思うんですけれども、まだこれからの正式な回答なんですけれども、回答以前にですね、自分たちの回答を避けて他部署に資料を回しているというような状況を垣間見たような気がしております。最後に坂本の方からまとめをお願いします。今回この行動というか、要望ですね、するにあたって、本当に多くの方々が積極的に声を上げて声を届けるということをなさっています。提案、それから陳情といったこともたくさん行われています。私の場合はその自助団体として避難支援ネットカナナとして、支援後の理念に基づく施策、日本に向けたその福島県としての姿勢をぜひ内堀理事の方に打ち出していただきたいという思いでいます。先月26日にも、先月で、そう、26日内堀理事の方にもその要求書ということで支援後に打たれていることに沿う内容の要望を届けました。で、同日内閣府の方に応急活動住宅の無償提供からの延長を求める署名の方も提出させてもらいました。翌27日に竹下復興大臣、それから内堀知事へ直接を手渡しということをしたりということをこう続けて行ってはきているんですが、やはり一生懸命みんな声を届けて、でも県が明確な姿勢を示さない、県が県民を守るという姿勢を示さないということに本当に残念に思っています。
支援家の方もそうですけれども、まあ、私自身はその支援家の方としかお話をしていませんので、それを上の方っていうのはどういうお考えを持っているのか、直接内堀知事にお話を伺ってませんので分かりませんが、協議中ですということしか書いて、明らかにその生活困窮者が生まれるということは認識しているにもかかわらず、県がその方たちを支援するということをおっしゃらない、これはもうとても理解ができません。そして今回私が求めているものとしては、その本当に避難者の声を聞いているというのであれば、より広く自主避難者の方も含めた区域内の方たちだけじゃなくて、全てを含めた避難者を対象として公開の公聴会を内堀知事が出席する中で開いていただきたい、その中で知事の姿勢というものを明言していただきたい、そのような思いから、まあ、やむを得ず、まあ、こんなことしたくないですけども、まあ、ハンストッキングの方法を取っています。本当に多くの方の声が上がっています。本当に真正面から受け止めていただきたいと切に思っています。ご質問とありましたら、特にございませんでしょうか。週1にはお出しいただけるというふうに伺っていますので、それらをまあ、公表できる、私の方で公表できる範囲に、もちろん公開したいなというふうに思います。ですので、そうですね、県としての姿勢がはっきり分かると思いますので、皆様にもお知らせしたいと思います。他にございませんでしょうか。それでは先ほども申し上げたんですけども、その支援の打ち切り問題についてあまりにも避難者自身が知らない現状がございます。ぜひメディアの方にはですね、そういったことも取り上げていただきたくお願いしたいと思います。どうも本日はありがとうございました。